テレビ朝日系のドラマ相棒シーズン21が10月に放送を開始する。水谷豊演じる杉下右京の5代目相棒は約14年ぶりの復帰となる寺脇康文。寺脇演じる初代亀山薫がついに相棒に帰還することとなった。水谷は亀山くんが帰ってくる、そんな日が来ることを杉下右京は何度か夢見ていたに違いないとコメントした。